まあ、要するになんちゃって劇場だったからね。<laughs> なんちゃって劇場 <laughs>。漫画、だから俺よくヤンキーの漫画とか見るんだよ。だから、漫画に見えちゃってさ、うん。劇場かなと思って笑っちゃった。でもヒカルが怒ったのもガチだよ、多分。俺がね、こう、今熊の家にいるけど、 熊の家にケチャップ、マヨもうひからはじめてちょっと我慢してたけどやっぱ堪部袋のほが切れたんだと思うよ初めはねなんかケチャップとマヨネーズがこう塗り立っ,ってたけどやっちょくんで金ンさんが喧嘩した後にひか、まあ、は我に戻ってたと思うんでその時でこれも最悪だと多分思ったんだろうねマヨネーズとケチャップかけられてる状態で まがあもう動かなかったか光。俺放送で動画,動画も見たしリアルタイムで見たけど光はやっちょくんと金八さん喧嘩している最中ね。うん。なんかあの光はねもうずっと前を前時かどっか見てたんだよ。そこから一点見てて動かなかったんだよ。こ,うこんな感じで。やっちょくんと金八さんの、まあ喧嘩というかやりとり。 の部分を目を目向けずにずっとなんかどっかのとこを見ててでそれが終わった後に「何なんですか?」っつって「こんなことありえないっすよ」みたいな感じの流れになって「俺の3年間無駄にして!」っつってあの2人ともヘッドロックを決めたんだよ怒ってねア「有アスにこどんちき」ヘッドロックあの金馬さんとやっちょくんのダブルをヘッドロックして ガチガチに固めてたんだよ。もうありえない力だってよ。ゴリラかと思っちゃったよ。こう剥がそうにも剥がせないんだよ。ヒカルの手が強すぎて。うん。鬼のような力こぶ、もう筋肉ゴリゴリだからさ、動かないんだよ。で俺、金梅さんの肩持って、顔持って、こう、ククって、あの、なんと引っ張り出そうとしたの。そしたら幸いにね、不幸中の幸いなんだけど、 マヨネーズとケチャップが顔についてたからニョルんって外れたんだけど多分あのままねずっとこうやってたらあれ首へし折れてたと思うよそれぐらいの力があったうんあれはねワンちゃん首の骨が折れてたねそのレベルの力が出てたとんでもない力だったようん強かったよだから俺ね金ンさんが下頃で負けるって光言われてるけど俺勝つんじゃないかなって思ってるよ 強いから金梅さんビビってる要素はなかったよむしろ煽ってたからねうん光があのー、まあふわっちでね側近とかそういうお金の部分で工面してる人だからその部分がバンになったっていうことを多分その時に気づいてたんでだ,だからもう終わりだよ俺のじ3年間ふわっちもバンになってみたいなやり取りがあってその時に金梅さんがもうこっちのセリフだーみたいな。 部分で、あの、煽ってたからね。うん。泣いてた部分は多分、あの、仲直りするときに泣いたんじゃなかったかな。君は喧嘩するときは泣いてなかったね。仲直りする部分の河川敷のときに泣いてたんじゃないちょっと半泣きみたいな。そう。月収8万、あ、月収8万って言ってたうん。 家で泣いてた、あ、そうなのそうなんで俺も番かと思ったんだけどまあ、これね運営の回し物だって思われるかもしんないけどンじゃないんですよねうん多分もう普通に暴力をね起きてそのきっかけを作った人たちだけがンになったという形です <laughs> 酔っ払ってが泣いてたあそうなのええー、それは知らなかった。 えちなみに、まあ、これ、バンになった原因としては、多分ね、あの、裏でね、養分がね、通報誘導してたんだよ。多分、それじゃないかなと思うけどね。だ昨日、金梅さん枠やれてたからね。光るのは一発アウトだったけど。そう。金梅さんやれてたから、まああ、あの、光る、養分は片っ端からね、通報やってたからね。ボー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 ね。俺もや,や,やられてたらしいし、全員やってたらしいから。 ざまみろっつってねやってたらしいけどお養分のせいかわからんけどまあ通報誘導てはその影響もあると思うようんツイッターで今削除されてるけどツイッター上でも通報してくださいってツイートしてたからねそう普通に通報入れるでもあれはね番になる要素ないけどね だってあの、もみくちゃになって殴ってるわけじゃないから。やっぱ配信者だなと思った。殴ったら警察に捕まる。殴ったらバンになるという、その、ライン引きあったんじゃないうん。だからもうその、ヒカルも、金ンバエさんも、殴るという手段じゃなくて、もう結局、掴み合いになるというね、感じになったんだと思うよ。ちゅね多分あれがクモンくんだったら、もう我忘れて殴ってると思うけど。 そう。なんか、いろんな人が通報したらしいね、昨日の枠。俺が見たのはツイッターでみたいな要文だけど、他の人たちもなんか通報してたみたいなね。相当も潰しにかか,か,かってたね、これね。でもね、残念ながら、アイテムありがます、ウルトランチキ。残念ながら、俺だけ生き残りました、はい、かかってこい、通報心したと思う 俺は潰せてないぞ昨日潰そうとしてた配信者ともお前らどうせ、金バさサ光るえー、やっちょくんを潰したいわけじゃなかったでしょ。俺を潰したかったんだらきっとなわかるぞだから、俺を潰したかったかもしれないけど、俺は潰れてないからなゴキブリ並みの生命力だぞ、これ。 絶対に俺を潰したかったと思うよ。間違いなく。鼻がつくからね。俺によそうでは。ゼワンを通報誘導してたただ俺本当に申し訳ないなと思うのが、唯一01にナイスで対抗できるのが金杯さんだったんで。ある。その対抗できた部分で、金杯さんがバンになったことは本当に、これはマジで言うね。これは偽善でも何でもなくて、 俺も繰り上がったけど、ぶっちゃけワンの1位を阻止して欲しかった、金杯さんに。うん。でもこれでも完全にゼロワンの一人勝ちになるね、ナイスは。もう俺がどんだけ頑張っても追いつかないから。本当に金杯さんがいて阻止できそうな流れだったから。いや、俺は無理だよ。俺はね、どんだけね頑張ってても、ナイスは稼げない。もう自分で分かってるもん。 だからもう桜井誠さんに託すよ。ね。っちゃんにね。桜井誠さんしかいないよ、これ。もう無理でしょ。ゼロワンに負けないでありがとう。でも、嬉しかったのが、あのね、ふわっちの王様、ゼロワンさんがね、昨日裏で放送やっるゆいちゃんとの。それに、まあ、 ちょっとせこいですけど、配信者4人集まってね、ヒカルも放送やってる中で、金バさんの枠が1位独占してたんでね、女芸でね、やってたら完全な周囲を立てたけど、俺らの裏では閲覧が800、700だったらしいよ。01さん、閲覧が。で、なんか閲覧気にしてたらしい。まあ、ゆいちゃんで絡んで、ちょっと2000人超えたりとかしたらしいけど。うん。 だから、それは嬉しかったね。ミラーしてたのミラー、うわナイスえー、ちょっと待ってナイスくださいって言ってないんだけど。すごい、ナイスの膨れ方か、これ。びっくりした。俺、ナイスね。まあ、最後に言うつもりだったんだけど。さき七750ナイスだったからね。 それが400ナイス何も言わずに増えてるんだけどびっくりした。あります。マジかこれ。いや、あ、金梅さんの分が来てるのこれ。いや、申し訳ないよこれは。金梅さんの文でも金梅さんすぐ復活すると思うよ、ふわっちは。うん。普通に。あんなんで A 番にならないと思う。なんかね、A, Z なんか A と Z があったらしくて、Z002、A103 みたいなね、なんか、 表記の仕方になってるんだってやっちょくん金梅さん光がうんだから A 版の可能性はねどうなんだろうってなんかあの数字あんま意味な関係ないらしいけどねハローンさんありがとうございますウルトラドンチキ 10×5 ありがとうドンチキありがとうございますらしいからねあなんだこれあ、そういうことか あ、RA さん、K、マ a さん、マヨさん、ハロンありがとう、EN さん、a e、ね、さん、ドラ、ありがとう、このさん、YOU さん、m さんもありがとう、一番初めにね。ありがとうございます。えまたナイス増えた。あー、アリアンスナイスね。ちょっともう、コソドロみたいな人間、コソドロだけど。 昨日何度も延長ボタンありがとう。うん。秋見場さんのじゃあそれはほら、やっぱり、俺も映ってたからね、あの放送切れるの嫌じゃん。ヒカル、押さえてたバル。押さえてたというか、あのね、ヒカルもちょっと手加減してたと思うよ、途中からは。ヒカルがちょっと暴れようとしたから。 俺が体重全体重1 2 0キロの1 2 5キロの体重があるんだけどそれ全体重乗せて抑え込んだまあ10度もやってたからねなんとか抑え込んだけどでもあの感じ本気でやってなかったと思うよ俺に怪我させないようにしてたと思うナイス寝ずに頑張れよまあナイスはねまあどうだろうね1 2 5キロあるから 閲覧稼げて飯うまやろいやそんなこと思ってないよ。俺がもし飯うまだと思うのはやっぱナイスじゃないかな。やっぱナイス金梅さんをがさ離脱したから今週は多分金梅さんは剥奪だと思うんだよナイスは間違いなく。じゃあ1個繰り上がるからさそこぐらいでやって閲覧に関してはまあぶっちゃけ。 昼の放送はいつもの安定の閲覧数だからね。閲覧にメス馬っていうのは思ってないね。あ、ありがとうございます。ウルトラトン式匿特命さん。ふわっちマガジンありがとう。っていうことですよ。まあ、昨日の喧嘩を振り返ると、まあ誰が一番悪いのか。うん。まあそれはね、やっちょくんって言ってしまえばか、あの、すごく、 片付けられるんだけど、これはね、正直、ヒカルの家を散らかした俺たちが悪いんだよ。うん。俺ね、ヒカルの風呂場があるんだけど、取っ手があるんだよ。取っ手が。こう、わかるかな風呂にさ、取っ手みたいなのあるじゃん。こう、ドアの方でさ、こう、開ける、開けないの。それをさ、俺、トイレが付いてんの。ユニットバスとトイレ付きで。で、証明書で閉まってたから、こう、 開けようと思ってやったらなんか、取っ手が外れたんだよ、これ、いきなり。だから一番壊したのは俺なんだよ、初めに。あれっつって。なんだこの脆いのはって。ほんとに、普通に、も、持ったんだよ、取っ手を。よし、トイレしようかなと思ったら、なんか、ガチャンっつって外れたんだよ、これ。そう、実は、俺が一番初めに壊してるんだよ。うん、しょっぱなしか壊れる。で、電波くるくるだからそのシーン映ってないけど。 で、弁償してって言うじゃん。でもね、よくよく見たら、あれね、外れるやつなんだよ。わかるかな何回か、こう、外れちゃってて、こう、傷がついてた。こう、息き,き、わかるかな傷だる。だあれはね、壊れたというより、外れただね。外れて、緩くなってたって感じだと俺は思ってるよ。だから、弁償はしませんそこは。だって、もともと外れてたんだ、あれ。取ってね。で、その後に、 なんかね、ベランダの方開けようとした人がいたんだよね。私、新やっちょくんなんだけど、網戸をやっちょくんが外したなんか。なかなか外出れなくて。ガタガタガタガンって。あれもただ外れただけ。壊したというより外したって感じ。で、えー、まあ、でもいたずらっこい,いやっちょくんかな、結局。ペヤングも面白くていいやっつって、ぐちゃぐちゃにしてペヤングだらけにしたからね。 で、金馬さん、あ、で、本当に壊したのは、あの、掃除機だね。普通に金馬さん、よし、ペヤング掃除するか、みたいな。掃除してくださいってき、光に言われたから、よし、するかっていう感じで、ダイソンがあったんだよ。そのダイソンで掃除してたけど、やっぱダイソンも限界があったんだろうね、ペヤングの。うん。もう、かすが溜まりすぎてさ、ぶっ壊れた。もう、掃除機の反応もしないからね、ダイソンの。何も反応しない。 反応しなくてでえー、なんだそのまま壊れちゃったんだよまあ光優しくて弁償しなくていいですよって言ってたけどなんだかわいいちょっと待って今やばいシーンだこれえっ、ー、上目遣いされてるわ嘘でしょ そんなな隙間に入ってなおしっこしててもこれで帳消しになるわ可愛いから犬ってすごいよな悪いことしてもさ動物だから仕方ないと可愛い,いっていう部分で補えるんだからすごいよいた場じゃないけど今日ばえさんに弁償してってで、結局何いやあのヒカルの家ってさまあ正直 ぐちゃぐちゃになったんだよケチャップとマヨネーズで布団も汚れたんだよねでなんかね28万のとんでもない服,服もあるんだよあれも汚れたらしくてで5万する何だモズんかあのクッションがあるんだけど5万ぐするやつそれもなんか汚されちゃってなんか今日なんか聞いた話では弁償しろみたいな話の流れになってるらしいよ弁償 で、やっちょくんが弁償するみたいな流れになってるらしいけどそこはもうやっちょくん次第だね弁償はえよよぎよぎよぎぶよぎぼよぎぼっていうクッションかあれが5万ぐらいするやつらしいけどどうなの弁償すんのかね、やっちょくんやっちょくんのツイッター見たらまあ閲覧も取れて光る復活だ 結果オーライって言ってたけど。わ <laughs> かんない、やっちょくん。しないんじゃないよ、よきぼん。いや、でも、やっちょくんは、でも、やっちょくんがいてから、まあ、ちょっと言い方悪いけど、やっちょくんがいてくれ、いてくれたからこそ、大いに配信は盛り上がったって言っても過言ではないけど。じゃあ、まあ、でも、弁償はしなきゃいけないか。さすがにな。もう、散々壊してったから。 やっちょくんは、え、弁償しないって言ってるんだ。まあなあ、そうだね。もうすごい。全部の屁とやっちょくんに言ってたから。ね。俺多分ね、やっちょくんのツイキャス、おすすめ規制かかると思うよ。うん、金杯さんの乳首多分映ってると思うんだよね。あと、チも映ってたらしいからね。金杯さんの。もしやっちょくんの放送が全部映っているとならば、完全に、おすすめ規制か、 ツイキャスンの可能性があるね。金梅のチンコは見たよ。あのね、とんでもなく綺麗なチンポだった。ちゃんとズル向けだったね。あと、通常時のチンポだったけど、でかかった。これぐらいあったよ。これぐらい。あれ、立ったら、もう本当にこ,こんなんなんじゃないアフリカみたいなチンポになるんじゃないかな 金杯ヒかれをいじめすぎた結果、だ面白かったのが、金杯さんが、あの、本当俺だ、俺の放送が番になって、お前はそういうふうに仕向けたんだろうって言った後に、金杯さんが、お前は俺を入れたんだろ番になることなんて想定しろよっていう発言してたね。相変わらず面白いなと思った金杯さん。うん。あのね、金杯さんの発言一つ一つに、なんかね、 面白さは感じちゃう。金えタヌキ上がってるし。そうだよ。俺、梅さんのツイッターで、あの、ションベンしてるシーン撮られてるから。俺、てっきりツイッターで貼るのか、ツイッターというか、その、放送でちょっと画像で見せるのかなと思ってたけど、ツイッターで投稿しちゃってるからね。これ、びっくりしちゃってるよ、俺。完全に俺のおしっこシーンがね、映ってるんだよ。これ、完全に尿を足してるとこだからね。 起きたから消してるのかなと思いきど消してないから。で、やっちょくんのうんこシーンも映ってるからね、うんこしてるシーン。いや、あれは汚いよ、あれ。だから、Twitter 大丈夫かな、金杯さんのやつ。あれは大丈夫なの。